13日、日本万国博覧会は最後の日を迎えました。佐藤総理に続いて挨拶に立つ石坂万国博協会会長、この世紀の祭典を成功させた地元大阪を代表して中馬市長が挨拶に立ちました。参加77カ国、国境を越え友情を確かめ合った183日間、千里丘陵には一つの世界がありました。人類の進歩と調和、人々は肌でそれを感じ取ったことでしょう。さまざまな感慨がお祭り広場に渦巻き、エキスポ70の成功を心から祝福したのです。ロイヤルボックスにも友愛の印の花が贈られました。いつまでも別れを惜しむ人たちに手を振って応える皇太子ご夫妻。広場の興奮はそのまま人々の中に溶け込みました。パレードの行く先々は熱い人垣で埋められました。さようなら、さようなら。親しい友達との別れにふさわしいフィナーレがあちこちに見られました。きれいな街、親切な心で万国博を。3年間の市民運動の成果が実を結び、大阪の街は見違えるほど美しくなりました。17日、中馬市長はこの運動の精神をいつまでも持ち続け、これからの大阪を支える柱にしてほしいと挨拶。市民運動を推進した22区の委員会に記念品と感謝状が贈られました。万国博で示した世界の人々の記憶に残る市民一人一人の親切、それが明日の大阪を築く力となるのです。